しまくりが楽しすぎてしまくりしていないと禁断症状が出始めているトンです。それやばくないか？ほどほどにしろよ。前回は案内所前にカービィカフェを作りました。2年前のしまくりと比べてかなりレベルアップしたやつだね。みんなにもおしゃれって褒めてもらえたよな。自分でもこのミドストライクのカフェができたと感じていて、一日中眺めていたぐらいです。気に入りすぎだろ。今回は何を作るの？今回の動画では、溢れるカービィ愛をおしゃれに映えさせてみせます。おお、なんかワクワクするテーマだね。具体的には何を作るんだ？具体的にはこの3つですね。飛行場前の顔出し看板を使った写真撮影スポットと、巨大カービィの前で座と落とし穴の種を使ったインパクト強めの遊び場と、案内所裏にカービィの形をした大きなお花畑を作ります。どれもカービィを大々的にアピールしたところになりそうだね。そんな癖強めのものをおしゃれに映えさせるわけか。カービィカフェの近くにあっても違和感のないように頑張って仕上げるので、ぜひ最後まで見てね。それでは島作りスタート。まずは飛行場前からですね。ここにはこの3つの家具を必ず置こうと思います。顔出し看板かわいいね。街灯はちょっと洋風な感じだから、ウプ主の目指すナチュラルポップな島の雰囲気には合いづらそうだな。色も真っ白で目立っちゃうし、他の部分のクリエイトのことも考えたら幅7マスと奥行き5マス分しか取れないので、なんとかうまいことなじませようと思います。難しそうだね。まずは奥をなるべく隠したいので、隙間のないレンガの壁を立てます。最初から使いにくそうな柵使うね。でもナチュラルポップな雰囲気には合いそうだな。でしょでしょ。あまり高い壁を作ると奥のクリエイトが見えなくなっちゃうので、レンガの壁ぐらいの高さがちょうどいいと思いました。崖裏って難しいもんね。この島の道は前出座の獣道が多くなりそうな予感がしているので、こういうところはなるべくちゃんとした道を使おうと思います。その方がメリハリがつくもんね。写真コーナーのために整備された地面って感じだな。土の道のようなシンプルなものよりも、もともと軽くデザインのあるものにして楽しさを出したかったので、その中で色が合いそうなテラコッタタイルを選びました。カービィカフェでも使ってたよね。そしてこの真ん中に顔出し看板をドドンと置きます。このエリアの主役だね。スペースも小さいし一つで十分だよね。夢訪問の時は一人だもんな。この後の飾り付けはすごく迷いました。奥を歩く時に映り込まないように手前の方に街灯を置きたいのですが、そうすると街灯の圧が強すぎる気がしてね。ちょっと距離が近くて主張は激しいけど、可愛いからいいんじゃない？あとはこのバブルマシンも左右に飾りたいんですよ。シャボン玉が出てくるやつだ。シャボン玉が写真に写り込んだらめっちゃ可愛いな。でも街灯を手前に置いちゃうと、うまくマシンを隠せないんですよね。マシン本体は見えないようにしたいもんね。隠そうとすると色々バランスが崩れてしまうわけか。顔出し看板をメインにしたいので、街灯は奥に置くことにします。奥の崖の下から写り込むことは諦めたのね。歩いているとどうしても写り込んでしまいますが、この辺からカメラを起動すれば街灯は消えてくれるので、気にしないことにします。カメラだと手前のものが消えるもんな。そしてバブルマシンを忍ばせるために、左右にレンガの壁を立てます。手前もレンガにするんだね。隙間がないもんな。そしてここにバブルマシンを設置。これならマシンが置いてあることもバレないでしょ。いやバレバレなんですけど、上3分の1ぐらい見えてるんですけど。あ、ほんとだ。まあでもこうやってカメラを水平にして映せば。ほら隠れたよ。これで許してちょうよ。またカメラ作戦でごまかすのか、街灯が可愛いから許してやるか。これだけでは地面が寂しいので花などを植えたいところですが、街灯で2マス分使ってたりしてスペースがないので、小さいお花の前で座を敷いて隙間を埋めることにします。その前で座便利だね。プププランドの草原によく咲いてる花だからカービィの世界観が出せるし、株の下にも使えるもんな。花をつければ可愛くなると思ったんだけど、なんか全然物足りないんですよね。なんだろう、端っこが空いてるからとか？確かにそうですね。でも柵や低木を置くスペースはないので、0.5 マスのウッドパーテーションを置くことにします。そこ置けちゃうのか。まさか 0.5 マスなら置けるとはな。隣のカービィカフェにもウッドパーテーションがあるから、統一感が出ていいね。でもまだ物足りないような。まだしっくりこないのかよ。何がダメなの？奥のレンガの壁ですね。やっぱり全部レンガの壁にするとのっぺりして見えるので、私の大好きな縦板の柵に変更します。縦板の柵が好きって初めて聞いたんですけど。高さがあるから空間をしっかり仕切れるし、程よく隙間が空いてるから抜け感も出るんですよね。カービィカフェ作りでも最初に使ってたよな。もう少し可愛くしたいので、端っこだけプルメリアの低木にしちゃいます。6月に設定してるからプルメリアが咲いてるんだな。ウッドパーテーションとの境目の隙間もなくなっていい感じだね。カメラで見てみるとこんな感じです。さっきと比べると華やかさが増したと思います。アフターの方がちゃんと作り込んだ感じがするね。カービィの写真スポットなら周りも可愛くしたいもんな。さらに華やかにするために手前に星ブロックを置いて、こっち側はスペースがあるので、木を植えて色々隠します。お得意のごまかす作戦か。まあほとんど映り込まないから大丈夫でしょ。意外と映り込まないんだな。
レンガと木の隙間が気になるので次のエリアを示す道しるべでごまかせば、飛行場前の写真コーナーの出来上がりです。ついに一つ目のエリア完成か。階段上がってそんなのが目に飛び込んできたらめっちゃワクワクしそうだな。左の方はまた別の動画で作ろうと思います。楽しみ。次はいよいよみんな大好き巨大カービィエリアですよ。ついにサムネのところを作るのね。あんな目立つもの島に馴染ませられるのか？なんとかうまいこと頑張ります。ちなみにマップで言うとこの辺りに作ります。カービィカフェがここなので、そのすぐ隣ですね。おしゃれなカフェの隣にそんな派手なもん作るのか。確か橋の向こうがプププランドの再現だからその隣でもあるね。心配になってきたな。まずはカービィカフェから獣道でエリアをつなぎます。リアルな獣道本当に可愛いよね。敷き方にコツが必要だけど、いい感じに不規則にくねくねさせれば島がめちゃめちゃ垢抜けるよな。自然島にぴったりだよね。今回も道の敷き方ノリノリだったね。ちょうどこの辺りだけ陸地が浜辺側に出っ張ってるので、ここに巨大カービィを出現させることにします。めちゃくちゃちょうどいい出っ張りだね。前と絵柄変わった？そうなんですよ。以前はかなり公式に寄せた描き方だったのですが、少しは自分らしさを出したかったので、線が明るめの私の絵柄に修正しました。前よりポップになったね。てかいつも前出た枠が足りないとか言ってるけど、その巨大カービィが原因なんじゃないか？バレちゃいましたか。この子一人で11枠も使うから、最初は泣く泣く消すことにしてたんですよ。消すって、巨大カービィリストラってこと？島から完全になくなるのは寂しいな。でも11枠あれば結構いろいろ作れるから仕方ないといえば仕方ないか。でも結局残すことになったんだよな。何か理由があったのか？サムネ映えですね。は？他の方に夢訪問していただいた時にこのマイデザがサムネになっていたんですよ。こんなでかいカービィに吸い込まれてたらインパクト強すぎるもんね。要するに再生数ってことか？いやいやそんなこともないですよ。再生数で決めてたら本当に満足のいく島は作れないからね。サムネに選んでいただけるということはそれだけ魅力的ということだと思うし、あれだけサムネになってたらプププの迷宮島といえばこれ、みたいな印象になってるかもしれないからね。もしそうだったら亡くなったら悲しむ人がいっぱいいるかもな。星のカービィの世界からカービィを抜いたみたいな感じか。それはもう星のカービィではないな。まあ巨大カービィのないプププの迷宮島はプププの迷宮島じゃないとか言われたらそれはそれで泣きますが、個人的にも気に入ってるので巨大カービィ落とし穴は採用して、マイデザ枠は他でこじ開けることにします。なんか喋ってる間にクリエイト進んだね。写真を撮るときに邪魔にならないように、巨大カービィの周りはなるべく広々とさせてます。木の大きさも一回り小さいのが多いな。お花がいい感じに映り込んで可愛くなりそうだね。まさにそれを意識して作りました。キャラメルちゃんかわいそうに。もうちょっとカービィ要素を足したいので、星ブロックを3箇所ぐらいに散りばめておきます。その場所に星ブロックめちゃくちゃ合うね。そのカービィなら星ブロックも全部吸い込んじゃうだろうな。プププランドみたいなちょっとファンタジーな雰囲気も出したいので、木の隙間に大きなツルとかも置きます。そのツルなんか鳥寺っぽいね。プププランドにもこういう不思議な植物みたいなのがよくあるもんな。私の島にも少し不思議な感じを出したいので、大きなツルは島全体に使おうと思ってます。可愛くなりそうな予感。低木は広葉樹の質感と似ているツツジを植えようかな。夏の初めだと広葉樹の葉っぱと似てるから統一感が出るよな。一個だけプルメリアがあっても可愛いよね。たまには違う低木も入れてみます。さっきの飛行場前でも植えてたね。ここは夢見で来てくれた人にも楽しんでほしいので、専用のアイテムを置いておく必要がありますね。夢だと手ぶらだもんね。落とし穴の種やスコップを置いておかなきゃな。ということで、可愛くリメイクした木製スツールを3つ並べて、その上にスコップと、落とし穴の種と、置き花火も一応置いておきます。置き花火も使うの？置き花火は手に入りにくいので過去動画で使い方をお見せしますが、こうやってカービィに燃やされることができます。ド M かよ。ド M の人には多分嬉しいね。てかこの場所今のところと同じじゃないか？あれほんとだ。一から計画立て直したのに場所が同じになるなんてすごい偶然。陸地と砂浜の境目の形が同じだもんね。やっぱこの出っ張りがちょうどいいんだな。でも、全体を見ると置き花火の色だけ浮きまくってるので、ラッピングペーパーで包んでおくことにしました。落とし穴の種は包まないの？落とし穴の種は見えてた方がわかりやすいと思うので、あえて見せておくことにします。でもこのまま写真を撮るのは見栄えが少し悪いので、夢見の時はアイテムを全部撮ってから撮ってね。撮ってから撮る。夢見公開はまだまだずっと先だけどな。なんかさっきからタコリーナちゃんが吸い込まれそうで吸い込まれないんだよね。めっちゃ気になってたわ。トンちゃん可愛い。え、なになに私が可愛いって？変なセリフ言わせてるんじゃねえよ。可愛い視聴者さんにおだてられて調子に乗ってるわ。さらに色々とわかりやすいように、同じポーズをしたカービィの看板を立てておきます。さっきの巨大カービィと同じ？めっちゃ同じポーズしてるな。この先に巨大カービィがいます。という意味にも見えるし、ここにあるのは巨大カービィ用のアイテムです。という意味にも見えるね。あとは周りにいい感じにお花や雑草を植えます。いい感じ。
私の島は黄色い菊、黄色いチューリップ、オレンジのアネモネをメインに使うつもりで、なるべく一つのエリアに咲かせる花は 1,2 種類にしようと思ってます。同じ色や種類の花を島全体に植えて統一感を出す感じか。このエリアはアネモネだけにするのね。これで巨大カービィエリアの完成です。二つ目のエリアも完成したのね。巨大カービィにめっちゃ目が行くけど、なんかオシャレな気がするぜ。さあいよいよ最後のエリアですよ。カービィのお花畑です。ついに三つ目か。カービィのお花畑というのは、お花をカービィの形で植えるということだよな。そういうことです。マップで言うとこの位置ですね。そんな案内所裏に作るのか、案内所の建物で隠れたりしないか。お花畑はカメラで上から写してもらうことを想定しているので、よほど建物に近づかなければ大丈夫だと思います。なるほど。あとは私の島では案内所裏が飛行機の上空から見えるので、通信できてくれた人がワクワクするようにこの位置に作ることに決めました。まあ、ウプ主の通信相手といったらサブ島のトンぐらいしかいないけどね。まずはお花を植えていくのですが、いきなり計画なしでカービィの形を作るのは難しいので、私はこうやってマイデザを使って計画を立てました。マイデザを使うという手があったか。お花畑もドット図みたいなものだもんな。お花畑だとドット図以上にわかりづらくなるし、なるべく小さくて可愛い感じにしたいので、左上のものを採用しようと思います。右下は公式のドット図だけどスペースを取りすぎちゃうもんね。あとはお目目のハイライトなどを入れると情報量が多すぎてぐちゃぐちゃになるので、目は初代みたいに黒だけにします。なるべくパッと見てカービィだとわかるようにしたいもんな。というわけで植え終わりました。植えるシーンカットかよ。ま、許してちょうよ。花はバラにしたんだね。そうですね。あつ森に黒い花はいくつかあるのですが、バラが一番癖がなくて使いやすかったので、ほぼ全部バラにしちゃいました。ほっぺはピンクのバラよりも濃いチューリップにしてるんだな。花畑ができたのはいいのですが、いきなりデインとこんなのがあるのは唐突すぎるので何か周りに飾りたいですよね。もっと写真映えするようにしたいね。どうするかいろいろと迷ったのですが、お花畑にはお水が合うということで、川で囲ってしまうことにします。お花畑全部川で囲っちゃうってこと？池の周りを花で囲うのはよくあるけど、花の周りを川で囲うんだな。まあどっちでも似たようなもんでしょ。全然違います。なるべく自然な感じにするために、少し左右非対称になるようにしています。まっすぐな部分を作らないことも意識してますね。適度にくねくねしていた方が自然だもんね。橋を架けると窮屈になってしまうので、ところどころに1マスの小さな島を作って飛べるようにしておきます。住民さんは入れなくなるやつだね。ということで囲み終わりました。完全に案内所から崖ギリギリまで埋めちゃったんだな。水辺に囲まれた花畑いい感じだけど、なんかギリギリすぎて奥が変じゃない？やっぱあそこがまっすぐなのが気になりますよね。崖を削りたいところですが、あの崖はマップ絵のカービィの一部だから削れないんですよ。崖を削ったらマップ絵が崩れてしまうわけか。どうしようもないので、滝を流してごまかしておきます。滝作っちゃうのか。そこを滝にするとマップ絵に水色入らない？まあカービィが大きいからこれぐらいの水色大したことないでしょ。意外と気にならなかったね。あとはマップ絵の中は全部迷路にしようと思っていて、ちょうどここに行き止まりを作ろうと思っていたので助かりました。滝が行き止まりになるわけか。ウプ主が今立ってるところは迷路なのね。これだけだとまだ物足りないので、お花畑の邪魔にならないような雑草や獣道で自然な感じにします。小さな雑草ならお花畑の景観を崩さないもんね。ツルの腰掛けとかも飾っちゃおうかな。これぐらいならそんなに目立たないでしょ。ツル系は花畑に合いそうだよな。そして外側も軽く飾り付けます。メインは真ん中のお花畑なので、他のところには花を植えないようにします。花畑以外のところに目が行かないようにしたいもんね。川に違和感あったので少し広げて、大きなツルや星ブロックも飾っちゃいます。そこにも大きなツル生やすのね。もう普通の木と同じような扱いだな。お花畑の左右は違うエリアなので、細かいところは別の動画で作ろうと思っています。楽しみだね。花を植えるとよく蝶々が集まってきて可愛いので、プププランドにたまに飛んでるあのオレンジの蝶々も混ぜておきます。極楽の夢緑かな。卓上ポップの土台の部分が隠れるように奥の方に置きました。蝶々一匹もいなくなったな。川の右上に変な出っ張りがあるのは、この右上部分からこっちの方の川に繋げたいと思っているんですよ。さっきからずっと気になってたわ。もともとそっちにも川があるのね。この川の向こうは確かププランドの再現エリアなんだよな。そうですね。ププランドの概念みたいなものを1年以上前に作ったので、ぜひその動画も見てみてね。さりげなく宣伝入れるな。というわけでお花畑も完成しました。ついに3つのエリアが出来上がったのね。その角度なら案内所も映り込まないし、蝶々も飛んでて綺麗だな。この後の完成ムービーも楽しんでいってね。
聞いてくれてありがとうございます。しまくりかわいい、カービィに吸い込まれたい、と思ってくれた方は、グッドボタンを押してね。マイデザも配布してるからダウンロードすればみんなも吸い込まれることができるよ。これから少しずつしまくりを進めることで今回のエリアもさらに可愛くなると思うので、チャンネル登録して続きを楽しみに待っていてくれると嬉しいです。コメントもくれるとめちゃくちゃ嬉しいぜ。それではまたお会いしましょう。